藤谷蓮次郎です。今日は野口五郎さんの一曲取り上げてみたいと思います。比較的初期の一曲ですが、季節的に合うかなと思って取り上げてみます。で、毎度のことながらお願いしておきます。チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録の方をお願いいたします。私が勝手にヒット曲あるいはロックや歌謡曲、日本映画などについて話しているだけのチャンネルですけれども、チャンネル登録をしていただける方が増えていくと私にとってはとても励みになりますので、励ますと思ってぜひ、よろしくお願いいたします。登録お願いします。それでは参ります。今日取り上げる曲は野口五郎さんの若い夏という曲です。1972年の6月のシングル青い日曜日の B 面です。かなり初期の方行ったなというふうに思われるかもしれませんが、この曲面白いのはですね、ここから今私が散々取り上げている1970年代傑作アルバム全曲紹介トークまで、で上げているような、時にはラリー・カルトンのようにとか LA エキスプレス、あるいはゴロイン・ニューヨーク・イフォージンとかですね、あの時とだいたい3、4年から5年くらいしか離れてないんですよね。クレイしかってことはないですけど、くらいしか離れてないんですね。でそれで言いながら、この曲はですね、大田原の中に、乗り出す船のように、この恋の中に若い、その純粋な思いを持った少年がこの恋の中に生きていくんだというような思いが表現されているポップな曲です。でその大海原もどちらかというと暗がりの大海原の感じでですね、比較的こうスピーディーで、マイナーな感じのするメロディーだったように思うんですが、この自ら若い夏というように、こういろんな冒険的な気持ちを持ちながら恋に踏み出していくという純粋さが描かれている曲ではあります。ただこの曲を聴いても思うのは、その五郎さんの声の若さ、若い、男の子の歌手だなって分かるような、なんていうかな、少し高めの柔らかい発声の感じなんですけど、ただしもともと皆さんご存知のように演歌でデビューする歌唱力があり、演歌というか、なんかこう当時の藤圭子さんのイメージを思わせるような、なんかその影響があったみたいですけども、あのブルージーな感じ、そこから青いリンゴでいきなりポップ路線に転じで、4、5年後にはもう時にはラリー・カールトンになっていくというあの感じ、アルバムではそれをやりながらヒット曲も出すという感じ。どなたかが教えてくださいましたけど、当時、五郎さんの事務所とかでいうと、やっぱり五郎さんの稼ぎでっていうところがあったから、シングルは売れなきゃいけない、アルバムはある程度好きなことやろうみたいなところでやってたんじゃないかというところですが、そういうさまざまな表現が実はこのこれだけ聞くと他の歌手の人でも、若い男の子の歌詞が歌ってても違和感ないんですが、ただもちろんうまいですよ、誰よりもうまいと思うんですけど五郎さんは。で他の人でも歌えるだろうけれども、五郎さんが歌ってるこの歌がもういろんな表現ができる、いろんなポケットがある、引き出しがあるところでこれが表現されてると思うとね、なんかまた味わいが違うんですよね。この若い夏という曲、五郎さんのキャリアの中でも目立つ曲ではないみたいなんですけども、こんな季節に、若い、どなたかが若五郎さんっていう言い方をしてらっしゃいましたけど、まさに言い得て妙で、若い野口五郎さん、若五郎さんの一つの、一番スタンダードな一般の人にも届く音としてやってる表現で、もちろん五郎さん本人がっていうよりもスタッフも含めてこういうふうにやろうってやってると思うんですが、そういう一つの、証拠として、重要な役割をしている曲の一つかなと思います。逆に言うとこれだけだと確かにポップな男の子の美少年歌手の人ならある程度いける気もするんですけど、その後ですよ、信じられないくらいいろんなことが広がるのは、野口五郎音楽における、野口五郎音楽のビギナーにおける野口五郎氏の曲の聴き進めって企画やってきてずっとやってるのは飽きないんですよね。いろんな世界観があるもんですから今後も続けていきますけど、今日はまた初歩に戻って、季節も合うので若い夏という曲を取り上げてみました。思い出のある方はいろいろコメントで教えていただけるとありがたいです。チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは失礼します。